日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は最近嬉しかったことについて。最近嬉しかったこと。はい、おはようございます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？毎日嬉しいことと嬉しくないことがありますよね。まあ悪いこと、いいことね、いいことと悪いことがありますね。でも悪いことの方をよく聞きますね。例えばテレビのニュースとか、いい話とか嬉しかった話というのは普通人にあまりしませんね。だから今日は、僕が嬉しかったこと、最近嬉しかったことについてちょっと話したいと思います。最近嬉しかったことは、子供がちょっとこう僕のことを僕にありがとうと言ってくれた。なんて言った今って聞きましたね。お風呂の中で、僕は7歳の息子ね、男の子の子供がいますけど、一緒に毎日お風呂に入りますね。まあ日本っぽい感じです。お風呂に入って、まあちょっと話すんですよね。最近今日は学校は楽しかったとかね、まあいろいろな話をする。まあ最近、昨日か一昨日だったかな、2日ぐらい前、お風呂の中で子供が「パピーいつもありがとうね」みたいなことを言うんですよ。「ありがとうね」で僕が「何が？何かしたかな？」って言ったら、だっていつもたくさんお仕事してくれるでしょ、お仕事してるよね、ね、って言うんですよね。で僕は「まあ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 、まあまあもちろんね」で子供が「だからありがとう、家族のために働いてるんでしょ」って言うんで「おお、あそう、嬉しいね、嬉しいこと言うね」って言ったんです。そしたら子供は「嬉しい？パピー嬉しい？」って聞くんですね。そこで僕は「うん、嬉しいよ」って言ったら子供は「じゃあ任天堂スイッチ買って」と言いましたね。で僕は「いやそれは関係ないよ、関係ない話だな」となった話です。まあまあまあ、嬉しかったけど、ちょっとこうその後お願いをされました。はい、まあまあ今はちょっとまだ早いけど、多分いつかね、はい、任天堂スイッチいいかもしれません。それではまた皆さん、チャオチャオアスタレーゴ、またね。